そっか。あそこはうちの居場所じゃないってことぴょん。でもうちのことどっかやっちゃうぴょん。うちは帰るんだぴょん。いざとなったらコンビニとか。なんだ、なのがいるぞ。ピョン。ピョンだってよ。今時風呂敷包みなんか抱えてよ。まさか夜逃げでもしてきたのか。おじさんが飼ってやろうか、うさぎちゃん。ほら、こっち来い。あ？なんだ、ガキが。話せよ。ねえもんで、すぐかから。あの子は、俺と飲みに行くの。シャリ出てんじゃねえぞ。行かないぴょん。ハルキと帰るぴょん。おい、こら。生意気言ってんじゃ。なんでもねえよ。分かった分かった。ハルキが強いぴょん。
逆らうことになるかもしれないのに、なんでうちにそこまでしてくれるの？それは本当に信じていい気持ちなの？だったらうちが春樹の家に住むって言ったらどうするぴょん？いいの？うちは眩しいのがあんまり好きじゃないの。それにあいつらと一緒に寝てると叩いたり噛んだりしてくるぴょん。毛布はあったぴょん。なんでもいい、眠い。拙者の鼻にズキュンと来たぞ。夜の闇に紛れて潜り込もうとは、忍びの風上にも置けぬ卑怯者め。忍びってそういうもん。春樹殿に害をなさんとする者は全て斬る。ごめん、すぐ加勢するよ。お姉ちゃん遅い。風魔忍法疾風戦。姉上から聞いてどれほどのものかと思っていたが、大したキレではないな。チキショー、腹さえ減ってなければお前らごとき。風魔忍法重火の術。春樹殿の敵は拙者が全てこの拳で粉砕する。うはっはっは、褒めてくだされ春樹殿。にゃ、よくわからないけど、うちもやってやるぴょん。ははっ、何をしに出てきた。
逃げた。逃げたではない、追うぞ。申し訳ありませぬ、春樹殿。奴の気配を察して迎撃したところまでは絶好調だったのですが。マヤが邪魔をしたのです。拙者は割と輝いておりました。惜しかったね。ところで、そやつ死んだでござるか。同術でござろうか。あやつが睨みを聞かせた途端倒れていたような。お揃いでござるな、ニン。たま、もう寝てもいい？警戒を緩めてはならぬ。拙者は姉上のところに走って事の経緯を報告してくるから、お主は春樹殿についていろ。わかった。そのことも相談してまいります。ネコニンエクスハート2! 報告は分かったわ。でも要は、あの猫が家に侵入しようとしていたってことくらいよね。あの猫があなたに接触しようとしてるのは、すでに分かっていたことでもあるし。確保していてくれたらという意味では残念だけど、成し遂げられていない私が言うことではないわね。惜しかったのだが。だから、逃したのでしょ。ほとんど確保寸前まで行っていたのだ。それをマヤが。邪魔されたのは事実でござる。ごめんなさい。分かればいいか。何が？うちは全然平気だし、絶好調なくらいだぴょん。イチャイチャするなら家でお願いできるかしら。何回も言わせないで。うちは元気だし、術なんてかけられてないから。お主はすぐそうやって強がりを言うな。マヤは弱いんだから、いい格好しない方がいいと思うの。あの猫とウサギが接触したということ？興味深い話を隠していたのね。知らない猫だったぴょん。春樹を狙ってたっぽかったから、やっつけてやろうとして邪魔をしたのだ。にゃーん。タマは？タマも頑張ったよ。そろそろ学園に行ってもいいかしら。警戒するってこと？あなたの判断に口出しはしないけど。今日は普通の日なのに朝から春樹殿がいらっしゃるというのは、何やら特別な気分でござるな。まったくあやつは。こら、春樹殿の御前であるぞ。
朝のテレビも面白いよ。どうしたって構わないで。うちはもともとこんなだったでしょ。あやつも自称とはいえ忍び、不甲斐ない己を恥じているのでしょう。気にしなくていいのにね。うん、いいわけあるか。忍びの任務に失敗は許されぬ。お姉ちゃんはちょくちょく任務を失敗してると思うの。あまり言うこと聞かないし。終わりよければ全てよしという言葉もある。こうして春樹殿はご健在で拙者も元気なのだから、ざっくり大丈夫なはずだ。拙者の胸には反省がござる。次こそはあの猫人をギッタンギッタンにしてくれましょう。ゆえに片時もおそばを離れるわけにはいきませぬ。例えばこのように。にん、はるきだなあ。んあん、たまもにゃーにゃがトロッとしてるくらいの絶妙に卵ご飯感が残ってるチャーハンは至福の味わいでござるものな。パラパラの方が美味しいよ。トロトロパラパラ。怖いから嫌い。あいつらはいいから、春樹はあの猫人と話をしてもいいと思ってるの。ラチ？それはうちの勘だけど、不幸な行き違いとか一途な思いの暴走とか。いつまでマヤを構っているのでござるか、春樹殿。ああ。なんでもないの。後でチャーハン食べよう。お姉ちゃんとはパラパラの上にあんかけ卵をかけることで折り合いがついたよ。
本当に拙者がお部屋に行かなくてもよろしいのでござるか。もしもがあったら取り返しがつきませぬぞ。どうしてマヤだけ一緒なの？じっと。うちは暗くて湿ったところが好きなだけなの。ハルキはどうでもいいぴょん。ハルキ殿が許すとおっしゃるのなら口を挟むことではないが。はい。